はい。えい、トゥレイ。お疲れ様です。日曜日ご苦労様です。はい。本当に急に。やばいぞ。またも事件が。またも事件ですよ。視聴者の皆さん。絶えないですね。あ？事件が絶えないですね。あ、事件が絶えんっていうあれ最近書かれてるけど、こいつ大丈夫か会社って。常に問題がある。大げさに入ってる確かに俺もな。だけどまあ今回レイと棚橋っていうのが連絡来て。おう。あれからもうかれこれ1ヶ月近く経ってるだろう、ね、最後あったの、うん、怖いですよね、ハモ、ハモ乗ってくるとおいしいです。いや、だから俺、お前呼んでいいか俺、なんか呼んでいいか俺一人じゃなくて呼んでいいかちょっとビビっちゃって、あ、いいっすよとか言って、やば、刺されるかもしれない、ハモ乗ってくるかもしれない、お前もやばいぞ、エミは逃げる、走ってお前一番走るぞなんかで、まあ、急遽日曜日なんか仕事が休みの日に行きたいってことで、うん、まあ、来るらしいです。待ちましょうか。はい、ね、はい、そうか。でもレインたちも気になりますね。どうなの、こんな感じか。本当にガチガチに絡んだら。だからもう逃げようと思って外出てももう100人ぐらい。こうしてもこういうのはただ走らこんな絡んだら。まあ、あれ。一応連絡くれよーって言ってコメント欄見て頭欲しがったじゃん、あいつねえ、ふざけすぎでしょ、ふざけやばいよな、あいつさはい、すごい、お疲れ様です。お疲れ様です。めっちゃ久々よ。お久しぶりです。まあ、ちょっと持ってないだろう大丈夫です。あ、外出たらおらん、そうなんだよ、はい、大丈夫です。辞めてから、まあ、ぼちぼち1ヶ月、うん、でめちゃくちゃ受けたのよ。辞めてから、うん、まあ、1ヶ月経って、うん、まあ、正直、まあ、僕らの辞め方っていうのも、うん、まあ、ちょっと、まあ、まあ自分動画拝見して、うん、ちょっと、まあ、まずい辞め方っていうのも、うん、ちょっと自分の中で思って、うんうん、でまあ、それの謝罪込めて、お前コメントめちゃくちゃあれどうだろう。そう、はい、あのちょっと僕も動画配信させてもらって、あ、うん、まあ、やっぱこういうやめ方とかないんじゃないのとか、まあ、そういうあのアンチコメントっていうのを、うん、まあ、やっぱ自分の中で見て謝罪を込めて今回ちょっと時間作ってもらって謝りに来ました。すげえよ、終わりますね、うん、ねえ、お前ら仕事はずっと続いてるの、はい、あ、こんなとこで、はい、あの、あそこ行くって言ってたじゃん、はい、話がずっと続いてるの、はい、続いてます。そう、仕事はどうや、まあ、その会社の人を見とるもんであるかもしれないけど、まだはこう新しい環境でこう慣れてないっていうのがある、うん、環境に慣れるまでのそのしんどいっていうのがまだあります、うんうん、本当、はい、でも何、仕事は、うん、なんかさっき言ってたよ、今も頭で一人って、はい、お前二人で、二人で行く、でも偉いな、わざわざ、本当にね。俺普通に連絡してきて。そうですね。俺なんか文句言いに来るかなって、本当に思ったもん。刃物持ってね。あ、刃物持ってね。あ、俺はまあ、あんま冗談ですよ。どんな感じなのか、じゃあ。いい感じなの。まあ、雰囲気はって、全然。話したところですよ。めちゃくちゃいいことです。すごいね、その。何です、いや、いないです。いないです。あ、結構いい会社で。はい。でも、そういう、まだ、なんていうんですか、会社入ってからそういう飲みの席とかまだ行ってないんで、うん、そういう感じかって言われたらちょっとまだ分かんないんですけど、お前らはっきり喋れるよなって、変わったらお前らうちらされてるよ、お前本当にクソみたいな感じだったなんかな、きちんとしたいな、まあ、やっぱああいうので、まあ、悔しいけど、まあ、悔しい面もあるかな、動画俺見たけど、お前らはみんなで怒られてるやつな、まあ、果たすこともあるだろうなと思って見とったけど、ハンバーグ俺おらんでよかったと思って、ねえ、顔止まってるよね、こんなやべえ、そう今止まってた顔なんか焼けたせいかちょっと大人みたい、大人びとるよな、な大変な苦労しとるとこだよな、それで任されて、あ、そうすると成長するしかないもんな、自信にもつながっていくわな、ほんで二人で考えて会社の挨拶行こうかと思った。そうですね、最初俺のとこ来て連絡来て、もう本当に、まあ、なんかまあ俺に会ってもしょうがないじゃないけど、みんなに会いたいみたいな、うん、まあ、そうそう、足場の人にまあみんな会いたいんですけど、いいですかってことにしたんだわ、ぶっちゃけね、うん、だけどまあ
日曜日だし、どういいんじゃない。そうっすね、みんな心配してたんだ、あいつが大丈夫だろうって。あ、ほんと投げ落とすんじゃねえぞ。本当に一部の人間ですけど、やっぱり、うん、大丈夫なのかなみたいな、うん、うまくやって蹴る取るのかなみたいな、うん、すぐやめんかなみたいな話したんですけど、うんうん、僕の姿見て、まあ、ちょっと安心じゃないですか。そうだな、はい、本当ちょっと、あ、まあ、こいつ頑張っとるな、はい、で、ぶっちゃけ誰が一番腹立つ、これ聞きたいわ。俺聞きたい。ぶっちゃけ動画にしてください。誰が一番腹立つ。お前嬉しそうにしてるな、お前。急に言われてることあるんですけど。何嫌やと。まあ、嫌やとか、いろいろな問題があっても、やめざるを得みたいな感じが出ちゃったか。俺多分呼び出したことがある。多分前、まあ、森山に呼んだ。お前でもまた、うん、熊野とか、多分それ、あ、やって出ておられるわ、みたいな感じだろう、多分。やーべ、どうしようどうしよう、みたいな感じで、飛んじゃったから、多分。それも、まあ、そうだよな。で、今はもうそういうのやってないか。はい、一切。もう見せられるかもしれない。はい、まあ、それ一番偉いな。大変なんです。気合いにしない。マジでぶっちゃけ。一緒しか。しょうか。俺、オランテにしていい。じゃあ、いや、しょうか。じゃあ、まずいい人からよ、こうか。いや、もう。そんなやつおるかみたいな。そんなやつおったっけみたいな顔してるから。悪い顔したし。めちゃめちゃ悪い顔しちゃった、それは。誰？あ、でも僕はやっぱ翔さんが一番優しい。一番、はい、よかった。お前そういうところダメなんだよ。おるからね。おるやつ。いや、でも本当そうなんだ。霊がいないってベロッベロに引っ越したらお前ずっとお前なってるけど、お前。ベロッベロ、いや、僕じゃなくて霊さんが、ずーっと言ったろ、お前、ここの下で俺。あ、そう、でも翔は。でもね、僕翔さんっす。なんで、どういうところは。いや、やっぱ、飲みの席とか、まあ何回か誘ってもらって。出て無理して飲んでる時とか、うん、でももう全然次の日休んでいいよとか、うん、っていうのをやっぱ気遣ってしてくれて、うん、それがでもあんまそういうこと僕なかったんで今までの会社とかでも、うん、でそういうところいいなと。いや、これは僕は酒飲まして。いや、違う、僕飲めなんて言ってないですよ。飲めとは言ってない。飲めって言ってないんで、言ってないんですけど、もうあのみんなに飲まされるもんで、だったらもう休んでいいから、ちょっと頑張り合うみたいな。うん、飲ませる方が頑張る。給料入らへんかよ。まあ、いい人かな。いい人。お原さんだけが一番。畑、はい、あ、マジ良いところが。一番最初に一緒に。あ、入ったらな。そう。仕事の雰囲気っていうか、なんかそういうのもやりやすくて。仕事みんなに安くて、はい、いろいろ教えてくれるし、そうですね、盛り上げてくれるし、はい、で、酒の飲み方は。あいつ、めめしいとこあるだろう、飲んどるときたまに。酒が飲めないんで。ああ、飲めなんか言えないんですよ。ああ、そうか、そうか。一杯ペロペロなんだ。ああ、そうか。あいつでもちょっとめめしいとこあるよな。ちょっと、なんか、メンヘラとこあるよな、あいつ。わあ、本題行こうか。こっちがメインだった。こっちがメイン。これはもう、まずダンキーモードだ。動画にしていこうぜ、これ。挨拶来てもらえば嫌われちゃうよ。苦手でいいよ。苦手でいいよ。別に嫌いって。うん、苦手で言うと、翔さんとかカントさん。マジなんでなんでなんで。面白い面白い。話しかけにくい。ああ。喋らんしな、こいつらもな。ああ、わかるわ。飲みに行ったりとかし、こう喋りかけてくれるんですけど、こう普段はなんかもう話しかけてくるの多いじゃん。ああ、彼だ、彼だ。めっちゃわかる。こいつの顔取る、こいつの顔取る。すいません。まあ、それ見習った方がいいよ。そうですね。だってこの子たち今さ、こんな1ヶ月さ、はい、まあね、取られるところで、ね、しかも戦闘機って自分たちで現場に行けるようになって、こんだけな、移動が黒くなって、頑張って働いてくれるように、そうやってなかったのも悪いよね。はい。そうそう。で、甘えた。甘いって本当良くないでしょ。よし、じゃあ田中はレイさんと似ちゃうかもしれないですけど、カンタさんがちょっと、もうさっきショー使っちゃったからな。いい人の方で使っちゃった。聞きやすいっていうのもあるんですけど、カンタさんは、はい、ショー聞きやすいの。カンタさんはショーは喋りやすかった。ショーさんは喋りやすいです。あー、でも作ってるよ。いや、作ってないです、はい、だよな。作ってない。だよな。いや、絶対作ってる。いや、全然作ってない。喋りづらいオーラと、まああと喋りづらいオーラある、まあ、カンタとショー。あるでしょ。カンタさん、それはみんな言う。すごいあるす。だって安藤くんとか松田さんに話聞いた時も二人の名前が出てきたもん。あ、マジ？しょうがないって。しょうは。二人が。もう出るの？こいつの顔みたいな。しょうさんとカンタさんが出る。嘘。
ショウとカンタがやっぱ喋りづらい、あの喋りかけるなオーラみたいなのがやっぱ出てるっていうのがみんな言う。リュウジは逆に喋りやすいんだ。僕もそうです。タケは？マハラさんも全然喋れます。キャベツさんは、いやでもでもお前捕まえられるのにデラマいきなり乗ったよ。もうあの時も僕知らんじゃねえすっげえ思ったし、僕あの捕まった瞬間にあもうこれ終わったなと思った。俺全然怒ってなかったの。社長はそうです。お前なんかこれ不適されてなんかこうやって、いやでもあれ、まあ、あれはデラマかついたけど、俺は不適されてなかったんですよ。あれ正直な、本当です、本当です、しばくぞ、本当です、本当です。なんでなんでなんか不適されてさ、あれ動画で見るとあんま分からんけど後ろからだからな、はい、これ車に撮って別に普通に怒ってなかったんで、なんかバーッて言われたそしたら俺の目合わせたんだ。鍵最初僕的には社長とかが持ってないと思ってたんですよ。あ、会社にあるに決まっとるやつは会社にないと思って、でまあ隠れとけばそう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 、まあ、ぶっちゃけ大丈夫ですよ。そう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 、あ、何回かピンポン押したりして出まーよ言ったよな、話守るだろう。でその時ずっと僕部屋で持ってて、うん、なんとかバレんよりバレんようにしようと思ってて、しかも上から見とったからぶっちゃけは、なんか岡部が気づいたんだ、あそこ開いてなかったみたいな。そうす、いや、そこ開けた開けちゃったんですよ。開けちゃって、で、あ、やべえってなって、あ、開けてもバレたみたいなって思って、で、まあ、最後部屋の鍵がガチャって開いたら瞬間に終わった、あ、終わった俺って、あ、ピンポン終わったって思って、なるほど、クイズ走って逃げてるしな。まあでもね、キャリアまで頑張って、うん、またあのそこのな会社と一緒に、はい、なんかのつながりで一回どうぞ話聞きましょうかって、まあ社員で成長していたらなるかもしれない、うん、びっくりした、なんかさっきから超急にびっくりしお前なんか今日なんか俺に対してなんかちょっとちゃうんちゃうか、お前ちゃうんちゃうか、日本語がちゃうんちゃうか、お前日本語ちゃうんかったわ、日本語ちゃうはい、じゃあね、視聴者の皆さん、まあ本当にまあまあこれ前の動画とまた見るとね、でも人ってやっぱこんだけあの時って本当になんかちょっとしたタイミングでこんだけやっぱ変わるんだなって、まあまたね、俺もやっぱ15年やってるでさ、もういろんなクソみたいなやついっぱいおって、そいつらが成長して社長やってるやついっぱいおるもんな。15年はこの業界におってもそうやって思うからさ、まあ立派な親方になってゲインじゃない、うん、頑張ってください、はい、ありがとうございます。足場の買い取りやってます、はい、それとあの第3水曜日、第4土曜日第3土曜日あ、まあ、URL やってます、はい、実習生、はい、まあ、こんな不確定要素のすぐ飛ぶような従業員よりも外国人実習生をね獲得、今もう本いないとできない時代だよね、逆にね、今飛びとか塗装でもぜひやってますので、少女の方もよろしくお願いします。お願いします。せーの、また見ねー。日本人が何を、日本人で多分もう8人くらい、8人です。外人は1人だけ、1人、はい、一周生1人で、一応前聞いた話では5月か10月にまた違う、大丈夫です、どこでしたっけ、インドネシア、おまけ動画で登場しました。髪を切った坂本なんで確かにめっちゃさっぱりしましたねまあ頑張ってもういいですか、いいですか、ありがとうございました。静かにやる